店店長の澤山です。今日はですね、クニペックスのこちらロングノーズプライヤーなんですけど、ちょっと先端がね、いろんな形になってて変わってますよね。こちら紹介しますね。まあ、通常ですね、ロングノーズプライヤー、まあ、ラジペンというのがあるんですけども、ラジオペンチですね。このようなストレートタイプや、ちょっとね、先がこういう風に曲がったベントタイプがありますけれども、これでですね、手前に何か障害物があったりとかして、つまめないかったりですね、つかめない場合、ちょっとね、この変わった形、これがね、ちょっと役立つんですね。まあ、例えば一例ですけども、このようなホースバンドですね、ホースがね、こういう風に通ってます。で、緩めるときにこうやってね、ラジオペンチでつまむんですけども、通常ホースが通ってますので、ストレートのラジオペンチだと、ね、干渉してしまう場合がありますよね。そんな時にですね、このようなベントタイプですと、このようにね、ここに何かあっても、逃げるようにしてね、スバンドをね、掴んだりすることができます。また、ホースバンドですけども、このようについている場合ばかりではないですね。こうだったり、こうだったり、いろんな角度でついてますよね。で、当然、まあ、こんな角度ですと、いろんな障害物があったりします。その時にまた、例えばこういうのでね、つまんで、こうやって逃げるとかですね。こんな感じで、つまんだりとか。いろんな、角度でね、つまむことができます。もちろんですね、こちら、つまみ面ですね、見えますかね。あやめになってます。ちょっとアップの写真、ここにね、出します。こんな感じでですね、早めになってますので、いろんな方向にね、向けてつまむことができます。今までですね、このような通常の、ストレートのラジオペンチや、ベントノーズね、こちらの、ラジオペンチでつまめなくてですね、苦労されたことがある方、ちょっとこのクニペックスのですね、この変わった角度のね、ロングノーズプライヤー、これも一度お試しください。